これスレッド取るよ。これは引っ張る。そうですね。でこれのくっつけ方は、バックパックにここに紐を通す。そうね。あんな感じで紐をつけて、そこにこれを固定して引っ張ります。ちょっとこれ短いなって気がするけどね。うん。あれとカラビナでつないで引っ張ります。はい。それでですね、荷物を。Then fix with this rope by carabiner. Right? そして、これついてるね。ついてるのもあるね、ダメ。うん。あ、ついてるの？ある。で、ここに荷物、存在物を。これを、交互に、今、こういう人がいる。へえ。結んで、最後。引っ張るやつで、これはもうこうなってるんですけど、これ何かっていうと、This is the brake. When we go down, 下りの時に、これ下にあります。ここに入って、ブレーキ、the brake. この段がブレーキ。So, thread doesn't come, hit you, okay? これは下り用のブレーキで、上り用のブレーキ。This is a brake for going up. When the slope is going up, just go down. So, you keep going. ブレーキだね。後ろに戻った時に引っかかって抵抗を作って、それじゃないと常に引っ張られちゃう。これをさっき安在連した感じで引きます。それその時にカラビナを一つ。どんなところのカラビナ？このセンターあたりにつけてメインロープをここに通します。まあ横に行っちゃわないように。You put the main rope through. Not this rolling or moving aside. で、まあ場合によってはこれにロープを固定します。なぜかというとクレバスに落っこった時に、自分だけ落ちるんだけどソリも一緒に落っこっちゃった時に。こっちに体重分散したいのでこっちに固定することもあるんですけど、まあ、今回は多分やんないです。ここに通すだけで。だからここにカラビナ1個必要です。You need one カラビナ here. Okay? One カラビナ here. So, two カラビナ。はい。それで、大体荷物の分散ですけど、傾斜の寝てるときはソリに多めの荷物です。傾斜、坂が出てきたら、ソリの方を少なくした方が楽です。でもね、ここはね、そんなに傾斜の長いところが長くないので、まあ、全体の荷物見ないと分かりませんけど、背中に15キロぐらい。で、あとはこっちっていう感じだと思います。Maybe we carry 15kg? 10センチ、このぐらいかな。でやるよ、一回。
こうでギュッギュッと締めるじゃないですか。締めたらここをこう通してここ近いですか。こっちこれかこれテンションかかってるね。それひどくとじゃこれをうん、今のは末端じゃなかったからダブルでやってるからちょっと分かりにくい。ここテンションは常にかけながらここに調結びでこれところがほどきやこれ、うん、これはどこでもいつでも使える。常にはこう針がないとダメなの。乗せて最後ほら締めるわけだからね。この状態で、ね、そう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 手袋してるとこういうことか。こうテンションをかけながらやるところが見せる。なるほど、うん、そうこの分ほどけないんだけど微妙にほどいロープだとずれてくるから、はい、ここにもう一回蝶結びしてあげてもいい。蝶、はい、結びでもまあ団子結び、まあ、こういうことね、はい、ここテンションかかってるのは最初の結び目だけだからここは締まっていかないんでここをほどくのは簡単だ。うん、うん、でこう外せばうん。